九階滝は、秋田県北秋田市森吉にある滝。名前の通り九段からなる段爆で、上部は小さく八段に分かれた段爆と、下部はあ地獄のような、すり鉢状のスラブを一気に六十メートル滑り落ちる九段目とで構成されている。つぶさまざわの上流にあたるさまのざわ源流部は、出立する一枚岩のスラブが二キロメートル近くも連続しており、下流からの底は、 このスラブと二つの無名路ら遮られて登ることが非常に困難で地元のマタギの間でも神様の沢として意付され昔から近寄れなかったと伝えられる卑怯滝であり幻の滝とも呼ばれる直接至る登山ルートはなく沢登りでしか到達することができない隣接する比較的な誰かの赤水沢を速攻しスラブの合間を縫って尾根まで上がると遠望を望むことができる 九階滝のある、つぶさま沢が流れる森吉山、宇名森一帯は、新第三期末火山岩に分類される、安山岩や石英安山岩からなる層に覆われ、田沢山聖火山岩と呼ばれている。西の森吉火山、東の焼山火山付近は、火山から噴出した、奇跡安山岩に代表される第四期火山岩に、被覆されている。九階滝は、 ちょうど、森吉山と焼山の中間に位置し、田沢山西火山岩の分布地域に属する海抜、800から1000メートル前後の大地勢地形と海抜450から900メートル前後の春まぶたな渓谷で構成されており、新植林根の壮年期地形を呈している。そのため、この岩類の地域の沢川は、急旬な渓谷を形成し、林や滝が多く形成される。また、 田沢山西火山岩類の火山再雪流の末端部では高さ80から150メートルの旧街を作る場合がある。北秋田市の国道105号アニマエダ交差点を東に曲がり県道309号を東に進む。小又山第二発電所を過ぎ、国民宿舎森吉山荘の先で右折し、森吉山独高原方面へ向かう。約3キロメートル南下すると、 三さ寺が現れるので、森吉山独高原方面へ左折し、約2キロメートル進むと、森吉県立自然公園内に入る。公園内をさらに進み、森吉山野生長獣センターに着くので駐車する。遊歩道が南に広がっているので、赤水沢方面へ進んで入京する。ありがとうございます。